で終わり。食べてください。ガソリンが不安で、うん、でそうだな、もう途中で入れたらパッキー200分だもん。え、十分入れただろう。あ、いやいやいや、ギリだったけ。フォークとかフォークとかあるからちゃんと蓋が閉まらない。2回目ですか？いや、初出店です。初めてです。初めての経験でもうあたふたしてます。なんか正直言いますと油断してました。こんなにすごいとは思いませんでした。もう残りもまずかというか焦ってます。はい、お店近いんで在庫なくなってやばい思ったらすぐ取りに行けます。本来は、はい、ラーメンのお店だと思うんですけど、はい、本来はラーメンのお店なんですけども、ね、はい、今回はサイドメニューメインでちょっとやらせていただいて、はい、チャーシュー丼とカレー、まあ、U 字カレー1から僕仕込んでるんですけども、結構好評いただいて、はい、もうそれをちょっと皆さんに味わっていただきたいなと思いまして、ラーメンじゃなくそれをちょっと提供しています。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとう。帰ろうと思って。帰るの？お店でもどこかなと思って。いや、ちなみに今日のメニューは、今日のメニューは台湾をギュッと詰め込んだつけ麺、食べた後に食べたら美味しい台湾パフェです。こちらですね。はい、これはおすすめしています。あとは台湾産の茶葉、東方美人茶の前の茶葉、これも飲みやすくて結構好きなんですけども。ありがとうございます。お待たせしました。お疲れ様です。
あ、今日 YouTube あ、今日も撮っております。どんな感じですか？どんな感じだろう。楽しい。初めて冬のやつ一回来て、じゃあこれで2回目でですね。こんな方も ありがとうございます。じゃあ大丈夫当日。皆さんこれ 何なんですか？これ夏の格好をして来てくれた人に抽選会があって、それの番号を聞いてます。あ、花さんのような感じで。あ、そうそう、ザラーで。あ、ハワイっぽい格好とか。そう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 。何が当たるんですか？何がっていうか、なんかその飲食店で使えるなんかディナーチケットとか。あ、後日。そうですね。あ、なるほどなるほど、はい。あ、時間となりましたので抽選のナンバーの発表をします。当選番号のある方は全然近くで見ていただいて大丈夫です。ありがとうございました。それで行っちゃってください。9と10、9番、23と20番、8、大丈夫かい？そう、厳しい。これ1階に両方なりますんで。キャッチャー、これやばい。やばい。でも、2人じゃどうしようないよね。そうだね。2万円になります。イエーイ。本当?2万円。後でお金払っていいですか？え、もっと。どうですか、今日。いやー、けど。いや、楽しかったです。僕どうするんですか？今後はちょっと12月に多分またあるんかな。いろいろと改善点が多かったんで。そうね、なんかもう、わけわからなくなる。そうですね、ちょっといろいろと仕組みを作ってもっと前から準備してまた盛り上げていきたいなと思います。開催できたらいいな。人がめっちゃ見えたんです。いや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 、ハルさんありがとうございました。ありがとうございました。今日どんな感じですか？けどいろいろと楽しかったです。ありがとうございました。まあちょっといろいろね、手際というかね、準備不足があったんでバタバタしちゃったんですけど、まああとはお客さんは喜んでもらえたんじゃないかなと思います。また次回に向けて頑張ります。花さんは幸せですか今こんだけ来てくれて？あ、けどね、やっぱりいろいろともっとこうすればよかったなっていうのがあるんで改善です。はい、ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。